フィリピン航空137便オーバーラン事故は、ニノイアキノ国際空港からバコロドシティ国内空港までの定期便だった。フィリピン航空137便がバコロドシティ国内空港でオーバーランした事故である。事故機はエアバス A320 から214で事故の3ヶ月前から使用されていた新しいものだった。この事故により機体はわずか3ヶ月で全損になった。137便は18時40分にマニラを離陸し、19時37分に管制官から滑走路04への着陸許可を受けて、バコロドシティ国内空港に着陸した。このアプローチは、オートスロットルがスピードモードの状態で行われた。機体の左側にある第1エンジンのスロットルレバーは、上昇推力の位置にあった。機体が着地すると、第2エンジンのスロットルは逆噴射位置に入れられたが、第1エンジンのスロットルはアイドル位置に戻されず上昇位置のままだった。副操縦士はスポイラーと逆噴射装置が作動せず減速していないと言った。エンジン1機が逆噴射位置、もう1機が上昇推力位置だったためにスポイラーは起動しなかった。第2エンジンが逆噴射に設定されたためオートスロットルが解除された。第1エンジンのスロットルレバーは上昇推力の位置だったのでオートスロットルが解除されたことにより推力が上昇し始めた。非対称な推力のために機体が右へそれ出したため、パイロットはラダー等を使い、機体を滑走路上に止めようとしたが、この速度では、ラダーや前輪のステアリングに効果はなく、空港外周のフェンスを突き抜けた。ラダーペダルからの操作では、前輪の打角は6度に制限されており、70ノット以上の速度では、ハンドステアリングは無効である。事故後に発生した火災は、バコロド市消防団の協力を得て、ATO 事故火災救助チームのタイムリーな対応によって消された。乗員乗客は全員無事だったが、居住地域の3人が死亡した。着陸時にエンジンを正常に逆噴射状態にしなかったため、スラストリバーサーやスポイラーの動作に影響が生じた。パイロットは間違いに気づき、両エンジンを逆噴射させ、ブレーキもかけたが、すでに手遅れで、機体はオーバーランした。ありがとうございます。